ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、セルトリウス伝のね2回目ということでね、早速やっていきたいと思います。まあ、あのメテルスをね、あのゲリラ戦法とかでもうめちゃくちゃ翻弄しまくって、メテルスをまあ撃退したというか、一回ね、まあ逃げさせた、セルトリウスという感じだったわけですよね。でね、レピドゥスが来ると思ってたね、レピドゥスがサルディニアでね、まさかの奥さんが浮気をしているらしいっていう手紙を読んで憤死してしまうというね、事態に陥ってね、来たのはペルペルナって、ペルペルナ、誰ですかみたいなね、ペルペルナがね、やってきたよということでね。まあ、このペルペルナね、こいつもちょっと大丈夫かみたいなね、態度でしたけど、ちなみにこのペルペルナは、ポンペウスがね、マリウス派の残党狩りに行ってた時あったじゃないですか。アフリカ行ったりとか、シリア行ったりとかね、してた時ですね。あの時に、シチリア属州の総督みたいな立場だったらしいんですよ、ペルペルナがね。で、まあ、要は、ペルペルナも、だから、そのシチリアを、当時のね、マリウス派の人の避難場所として、こう、反抗の足場にしようみたいな考えがね、頭にあったらしいんですよ。だから、セルトリウスと同じようなことをちょっと考えてたわけですよね。セルトリウスはヒスパニアで、そういうことをやろうとしてるというわけですけども、シチリアで、そういう反、マリウス派の避難場所としようかなと思ってたらしいんですが、でもですね、まあ、ポンペウスが来たら、真っ先にペルペルナ逃げてですね、まあ、なんやかんやで、レピドゥスの元に行って、今ここに至るという感じなので、まあ、ほんと大丈夫か、こいつっていう感じのね、やつなんですけどね。まあまあ、だから、ね、前回説明した通り、ペルペルナはセルトリウス抜きで、ポンペウスと戦いたいみたいなね、気持ちがあったけど、兵士たちがね、いや、何言ってんすかみたいな。セルトリウスさんと合流するために来たんすよ、ここに。みたいな感じで。いや、しょうがねえな、じゃあ行くか、みたいな感じになったっていう話しましたけど。だペルペルナはセルトリウス抜きでね、ポンペウスを倒したいっていうね、その雪辱を晴らしたいみたいな気持ちはやっぱあったんでしょうね。まあ、そういう経緯が実はあったんだよと。シチリアでね、ポンペウスと戦う前に逃げちゃったっていうのがね、まあ、本人的にもちょっとじくじたる思いがあったんだとは思うんですけどね。まあまあ、そんな、シチリアを放棄して逃げてきた、やっぱ大丈夫か、こいつっていうペルペルナが合流したところに、ポンペウスがいよいよヒスパニアにやってきたよというお話でした。ただこのポンペウスがですね、ヒスパニア行く時も実は一悶着あって、まあポンペウスはヒスパニアに行きたかったんですよ。まあメテルスが苦戦しているっていうのを知っているし、そのセルトリウスに翻弄されてると。で、ポンペウス的には俺ならもっとうまくやれるみたいなね、ふうに思ってたわけですよ。でも元老院としては、そもそもね、まあメテルスっていう大将軍が行ってるんだから、まあ、わざわざお前が行かんでもっていうこともあったし、まあ、ね、翻弄されてるとはいえ、まあ、ゲリラ戦でね、こう、補給路を断たれたりとかしてるだけといえばだけなんで、いや、お前行かんでもいいだろ、みたいなね。そもそも、ポンペウスコンスルでもないし、まあ、この時のコンスル、当時のコンスルも、まあ、なんかヒスパニアに行くことには及び腰だったらしいんですよ。いや、メテルスさんいるからわざわざいいでしょ、みたいなね。まあそういうこともあって、なんかポンペウスがずっとその軍隊をね、そのヒスパニアに行くためにつって自分の軍隊をずっと持ったままだったんですけど、お前もういい加減軍隊解散しろよみたいなこと言われてたんですけど、おじいちゃん元老院議員のですね、ルキウス・ピリップスっていう人がいて、この人スルラの独裁体制の中でね、結構活躍した人なんですけど、この人がですね、まあ元老院を説得してですね、コンスル二人はふぬけだ、いないに等しいみたいなことを言って、まあその、ポンペウスを、両コンスルの代理としてヒスパニアへ送り込もうではないかって説得してくれたんですよ。まあ、だ本来的には、メテルスが苦戦してるっていうこと知ってるし、セルトリウスこのままだと、ね、勢力でかくなってきて、やばいよっていう状況分かってるんだから、いや、コンスル二人が行けよっていう話なんですけど、行きたがらないと。もうだったら行きたがってるポンペウスを、もうこの二人のコンスルの代理としてね、一人じゃないですよ。普通、コンスル代理として行くとしても一人のコンスルの代理だと思うんですけど、もう二人のコンスルの代理として、ポンペウスを行かせるべきだ、みたいなことを言って説得してくれたんですね。まあそんなこともあって、ポンペウスはね、ヒスパニアに行くことができるようになったんですけど、
このピリップスっていう人は、以前にもですね、ポンペウスのことを助けてくれたことがあって、チチペウスが亡くなった時に、チチペウスってまあなんか不正を働いてたんじゃないかみたいなことでね、いろいろ言われてたんですよ。だけど戦いの中で死んでしまったんで、ポンペウスがそれを肩代わりしろみたいなね、訴訟をね、ポンペウスが起こされてたんですが、ピリップスはポンペウスを弁護したんですね。でその時のセリフが、フィリッポスがアレクサンドロスの味方をするのは当然だと言ったんですね。だからピリップスっていうのはフィリッポスのラテン語読み で、ポンペウスのね、あだ名はアレクサンドロスだったじゃないですか。だからなんかこういう風にね、ちょっとうまいこと言って、弁護してあげたんだよみたいなね、まあただこの話をしたかっただけのためにこれを紹介したんですけど、なんかいいっすよね、こういうとこで引用してくんだなみたいなね。まあまあそんな感じでね、ピリップスの後押しもあって、ポンペウスがヒスパニアにやってくるということで、まあセルトリウスとしてはね、まああの名高きポンペウスが、もう十分すぎるほどのね、武勲を残しているポンペウスが来ることによって、まあ今まで味方してきたこう部族が寝返ってしまうっていうことも結構懸念されてたんですよ。なんかこれ、チチペウスも結構ヒスパニアでいろいろ活躍した人物みたいで、このポンペウスっていう名前出すと、それなりにね、こうヒスパニアで響くらしいんですよね。あのチチペウスさんのお息子さんですかみたいな、ようこそいらっしゃいましたみたいな感じで、ね、部族がそのポンペウスの方になびいちゃうっていう可能性が結構あったらしいということで、セルトリウスはなんかラウロっていうね、まあ結構な主要都市だったらしいんですよ、このラウロっていうのが。まあバレンシアと、サグントの間ぐらいらしいんですけど、まあそこの都市を包囲することにしたんですよ。まあ要はこのラウロっていうのは、まあローマと同盟を結んでいた重要拠点みたいな感じで、だからハンニバルがサグントム攻撃したのあったじゃないですか。だからサグントムって、あの時ってローマの同盟国だから、手を出すなよみたいなことをずっとローマから言われてたのに、ハンニバルやっちまったと。だそれに近い意味合いが、このラウロをセルトリウスが攻めるっていうのにはあったと。ここを落とせば、まあ、あのラウロが落ちたってことは、もうこれちょっとセルトリウスにつかないわけにいかないだろうなみたいな感じで、ポンペウスにつこうとする人もいなくなるだろうみたいな、なんかそういう意味合いのある包囲戦だったんですね。でそれを狙ってこのラウロを攻めることにしたと。まあ多分リスキーだったと思うんですけど、でまあ当然ポンペウスとしては絶対にラウロを落とさせないっていうことで、ポンペウスは全軍を率いてね、ラウロに到来したということですね。あ、だからポンペウスの軍はあっさりとピレネー山脈とか越えてきてるわけですね。だからそれだけ多分チチペウスの名前が轟いていたんで、別になんか無害に通行できたみたいな、そんな感じだとは思うんですけど、あっさりとこのラウロまでやってくるということで、まあセルトリウスとしてもここで戦いになるだろうっていうことは分かってたと思います。ということで、いきなりセルトリウス対ポンペウスの戦いをご覧いただきたいと思います。セルトリウスは都市を望む要所にある丘に目をつけたんですね。まあラウロという都市があって、でまあその少し離れた場所に丘があると。でまあ丘からね見ればラウロ上からね様子を見れるみたいなこともあるだろうし、まあ戦闘するにしてもね、ある程度こう防御に有利な場所なんで、セルトリウスはそこに目をつけたんですね。でポンペウスも当然そこをねセルトリウスが取りに来るっていうことは分かったんで、阻止しようとしたんですが、一歩早くねセルトリウスがこの丘を占拠したということなんですね。ほうほうほう、セルトリウス一歩リードですねと。だがポンペウスとしてはその丘の外側を囲むことによってですね、まあラウロの町とポンペウスの軍でこうセルトリウスを挟み撃ちすることができたということで、まあまあ結果的に丘はねセルトリウスに占拠されちゃったけど、まあラウロにもさ当然兵隊がいるわけじゃないですか。でそのラウロの兵隊が押し出してくるのと、ポンペウスが後ろから攻撃すればそのセルトリウスは挟まる形になってしまうので攻撃されると。でまあそのねラウロの市民たちもさ、その敵がね、丘の上にこう見えてるわけですよ。めちゃくちゃ怖いわけですよね。だから、ああ、大丈夫かなみたいな感じで、すげえ恐怖に怯えてたんですけど、そのポンペウスはね、ラウロの市民を励ましたらしいんですね。もう大丈夫だと、元気を出せ、セルトリウスはすでに包囲されているみたいな感じで、まあ、俺らがね、こう、セルトリウスの背後をもうついてるから大丈夫だよと。いうことでね、励ましたらしいんですね。で、その言葉を聞いたセルトリウスはですね、笑いながら、
スルラの生徒よ。まあ、セルトリウスはなんかポンペイウスのことこうあざけって呼んでたんですね。スルラの生徒ってそんな感じではない気がするんですけど、まあまあだからスルラの犬的なね、抜族派の犬的なニュアンスもあったんでしょうけどね。スルラの生徒よ、将軍は前よりも後ろを気にしなきゃダメだってことを教えてあげるよ。言うんですね。何何何みたいな。その言葉と同時にポンペイウスの後ろを指さした。すると6000の重装歩兵を、まあ、森の中にですね、その潜ませていたんですね。うーわと。やっぱポンペイウスの背後からですよ。で、これ、もともとまあこの森の方にセルトリウスはいて、そこから出陣して丘を取りに行ったんですね。なので、この丘を占拠するときに、こう、もともといた拠点に、その重装歩兵6000っていうのを残してきていたんですよ。多分こうなること、ポンペイウスがこういう行動を取るだろうみたいな、もう一手二手先を読んで、潜ませていたんですね。で、これでもうポンペイウスは、逆にね、包囲されるというね。でも逆包囲の逆包囲みたいなね、魔法みたいなことするんですよ、セルトリウス。すごいでしょ。マジなんかもう奇術師みたいなね、感じなんですよね。これでポンペイウスはもう下手に動けなくなるわけですよ。これセルトリウス攻めようとした重装歩兵後ろからやってきますからね。でも釘付けになるんですよ、ポンペイウス、ここで。で、その場で呆然とね、まあ、で、セルトリウスはもうラウロを攻めに行くんですよ。で、呆然とセルトリウスの軍がラウロを攻撃するのを見過ごすしかなかったみたいなね、ことになるんですね。うわ、そうなるんだと。で、セルトリウスはもう難なくね、ラウロを陥落させるんですよ。でも人々の命はもう助けたらしいんですね。で、逃がしてやったらしいんです。だけどそのラウロの都市はもう焼き払って、まあこれはね、こうポンペイウスが目の前でね、指をくわえて都市を見捨てたっていう、まあ噂を広めるためでもあったみたいなね、書きぶりでしたね。だからその都市は焼け落ちちゃって、まあそれはそれでめちゃくちゃ悲惨なことなわけじゃないですか。で、人々命助かったけど難民になっちゃうわけじゃないですか。で、その難民たちからしたら、ポンペイウス目の前まで来てたのに助けてくれなかったみたいなね、恨みが残るわけですよね。で、そういう噂って広がりやすそうじゃないですか。だ、そこまでなんか計算してね、セルトリウスはこういう行動に出たらしいんですね。ポンペイウスまさかの屈辱的な敗北。いや、これはなんかさ、屈辱的ですよね。ポンペイウスと直接ぶつかったとかじゃないんですよ。釘付けにされて動けなくなって目の前で助けなきゃいけない都市を落とされるっていうね。いやー、もうほんとなんか手のひらの上で転がされてる感ありますよね。うん。しかもね、こう、あれだけね、ポンペイウス、もうヒスパニアに行って、メテルスさん何やってんすかみたいなね、感じで俺が行けばなんとかなりますよ、みたいな。自信持ってきたらこんなことになっちゃうみたいなね。そうなんですよ。そして第2戦はですね、前75年ですね、スクロ川っていうね、まあこれもなんかバレンシアの近く、さっきのラウロっていう都市の、まあ本当ラウロとバレンシア自体も近いんですけど、まあその辺の川でね、行われたということなんですね。で、もうこの頃になるとポンペウスに続いてメテルスもね、また体勢を立て直して、まあ多分補給とかが済んだんでしょうね。それでセルトリウス討伐に向かってきてたんですよ。ポンペウスとメテルスが両方向かってきてるみたいな状況だった。だ、まあセルトリウスとしてはね、ポンペウスとメテルス両方相手にするとなると結構きついわけですよね。だけどポンペウスはなんか、まあやっぱメテルスにセルトリウス討伐の功を取られまいっていうことで、やっぱ協力しようとしないんですよね。そういうとこありますよね、ローマの将軍ね。みんなそういうことするね、みたいな。で、単独で向かってくるんですよ。で、ちょっともう嫌な予感がするんですけど、みたいな。大体そういうことするやつ、ろくな目に遭ってませんよね、みたいな気はするんですが。で、まあ、セルトリウスとしても、当然合流されたくないので、ポンペウスを先にね、潰しにかかったんですよ。で、ここでもう一回、第2戦ですね。セルトリウス対ポンペウスの戦い、スクロ川の戦いが行われますと。ここはね、もうガチンコの戦いになります。海戦になります。で、セルトリウスの方からポンペウスにもう攻めかかっていくんですね。まあこれもうもちろん時間の問題だからさ、メテルスが来ちゃったらセルトリウス不利なのは分かってるんで、自分から攻めかかっていくんですよ。で、一進一退の攻防となったらしいんですね。で、セルトリウスは右翼側にいて、その反対側にポンペウスはいたということで、まあポンペウスもだから、ポンペウス軍の右翼側にいたんですね。お互い右翼側にいたから、中央を挟んで反対にいたってことですね。で、まあ記述によるとセルトリウスもね、こう、相手側左翼をこう押し込んでいって、
行くんですが、まあ、ポンペウスもね、突撃してきて、そのセルトリウス側の左翼が崩壊寸前となったということでね、結構、セルトリウス軍ピンチになるんですよ。ね、これ左翼破られたらね、もう一気に中央、挟まれてみたいなことになっちゃいますからね。そこでセルトリウスは右翼をね、他の指揮官にもう任せて、崩壊寸前の左翼の救援にね、バーッと向かっていくんですよ。で、もう崩壊寸前でね、崩れそうだった左翼をなんとかギリギリ持ちこたえていったところをセルトリウスがまとめ上げて奮起を促すと、まあ、ポンペウス軍をまたこう押し返していってですね、逆に海藻に追い込んだんですね。うわ、すごいね。で、セルトリウス強すぎでしょっていう。まあなんかそれだけこう士気の上げ方みたいなのがね、うまかったんでしょうね。まあ自らね、こう切り込んでいったりもしてたんでしょうからね。で、この戦いの中でポンペウスは深い傷を負ったらしいんですよ。なんか具体的にどこがどうかわかんないんですけど、深い傷を負ったんですね。で、それを見て、もう今だ畳みかけるぞセルトリウスがね、呼びかけるんですよ。だが、セルトリウス軍のですね、リビア兵、まあアフリカの兵士たちですね。が、ポンペウスの馬を捕獲した時に、なんかそれをめぐってですね、味方同士で争い出したらしいんですよ。お前ふざけんな、これ俺が最初に捕まえた馬だぞ、みたいな。こんな立派な馬は絶対譲らん、みたいな。何言ってんだ、俺のだろうがよ、みたいな。ふざけんな、みたいな。喧嘩しだす、みたいな。で、その間にポンペウスは遁走、逃げられてしまう。くそー、あと一歩のところだったのに、取り逃がしてしまった。ですねー。いやー、なんかここもね、エウメネスがあと一歩のところでね、味方が動かなくなって、アンティゴノスに負けた、みたいなね、ありましたけどね、そういうのを思い起こさせますよね。ここでね、逃げられちゃうんですよね。ということで、まあまあまあ、逃げられたとはいえね、それでもセルトリウス、まあ勝利ですよね、これはね。ということで、ポンペウス、2連敗します。はい。で、翌日セルトリウスもポンペウスに対して追撃を加えようとしたんですが、ここで勝負を決めようと思ったんですが、もうメテルスがね、その時には近くまで来ちゃってたんですよ。ということでね、諦めざるを得なかったということでね、やっぱポンペウスとメテルス同時に相手するほど、この時はまだ体制ができてなかったっていうことなんでしょうね。だし、ペルペルナの軍とセルトリウス、この時ちょっと別々に行動してるんですよね。まあそういうのもあって、セルトリウスの軍単独じゃやっぱちょっと足りないということで、くっそ間に合わなかったということなんですよ。そしてですね、セルトリウスに敗れたポンペウスはですね、ペルペルナとも戦闘になるんです。で、ペルペルナとしてはね、もう望むところだって感じなわけじゃないですか。俺、もともと俺、お前と単独で戦いたかったんだよ、みたいなところがあるわけですよね。で、ペルペルナはですね、そのシチリアでの雪辱を果たすために息巻いていたが、ペルペルナ敗北が負けるんだ。1万人を超える兵を討ち取られると、もう大丈夫か、こいつ。ペルペルナよ。ねえ、あっさりね、負けちゃうんですよ。ペルペルナさん。ペルペルナ自体は生きてます。はい。生きてるんですが、兵を数多く失うということになってしまいます。やっぱポンペウスね、強いんですよ。強いんです。普通の将軍と戦えばね。ちょっとセルトリウスが異常に強すぎるだけなんで。で、まあまあ、この戦いが終わった後にですね、話が全然変わるんですけど、この戦い終わった後に、なんか、セルトリウスはですね、ふと小鹿ちゃんがいないことに気づいたんですな。あ、いたね、小鹿ちゃんね。白いね、小鹿ちゃんね。いつも手をペロペロしてくれて、こう呼べば答えてくれるみたいな、可愛い小鹿ちゃんですね。で、いなくなっちゃったんですよ。で、セルトリウスめちゃくちゃ心配になるわけですよ。小鹿ちゃん、小鹿ちゃんどこ行ったの？なるわけですよね。必死に探すんですが、出てこないんですね。小鹿ちゃん！いつも呼べばね、答えてくれる小鹿ちゃんが、どこに行ってしまったんだ。ね、純粋なね、もう小鹿ちゃんへの愛もあったでしょうしね。小鹿ちゃんがいなくなっちゃったら、ヒスパニア人とかをね、こう、まとめられなくなるっていう、焦りが湧き起こるわけですよね。この、小鹿ちゃんが言うね、神託みたいなのをね、こう、聞くことによって、ヒスパニア人たちの、士気を高めていたみたいなね。ああいう場面ありましたけど。いや、そういうのできなくなっちゃうし、どうしようみたいな感じでね。セルトリウスも焦るんですよ。でも夜中になると、セルトリウスさん見つけましたっつって、なんか、まあ、側近の人なのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、誰かこう見つけてくれたんですよ。で、小鹿ちゃん普通にその辺歩いてたらしいんですけど、ああ、よかったなるんですね。ああ、よかったってなったんですが、セルトリウスは、ありがとう。でもこのことは誰にも言わないでくれ。
と言ってですね、まあ、小鹿ちゃんを一回ですね、なんか人目につかないところに隠しておくんですね。まあ、だから小鹿ちゃんいなくなったっていうのはみんな知ってるんですけど、小鹿ちゃんもう一回見つけたっていうことを、まあ、周りの兵士たちとかにはこう悟られないようにしていたということなんですね。だから兵士たちとかそのヒスパニアのね族長とか市長みたいな人たちも、セルトリウスさん大丈夫かなみたいな、小鹿ちゃんいなくなっちゃって気落ちしてるけど大丈夫かなみたいなね気持ちにみんななってるわけですよ。で数日後ですね、なんか部族の市長たちを呼んでですね、まあセルトリウスが壇上に上がるんですね。その舞台の上みたいなところに上がってですね、まあセルトリウスは言うんですよ。小鹿ちゃんがいなくなってから塞ぎ込んでしまっていたけど、今日はいい夢を見たんだ。何かいいことが起こるだろうという。多分あれは神のお告げだったんだと思う。つってなんかもうめちゃくちゃ嬉しそうな顔をしながらですね言うわけですよ。でそれを言うと舞台袖から小鹿ちゃんがバーンって登場してきてですね、小鹿ちゃん帰ってきてくれたんだね言って、あの小鹿ちゃんはいつも通りこうねセルトリウスのところに寄ってきてくれて、ペロペロ手を舐めてくれたんですよ。でセルトリウスがこうね優しくね、小鹿ちゃんつってもう撫でてやってですね、もううっすら涙さえ浮かべるのをこうね、あのヒスパニアの族長たちはその壇上の下からねこう見てるわけじゃないですか、こう見上げてるわけじゃないですか。でその場にいた人たちはしばらく呆然と立ち尽くしていたって書いてありました。一体これは何を見せられてるんだろうみたいなちょっと理解に苦しむんですけどみたいなだけどね、なんかやがて拍手と歓声が湧き上がったということで、まあそのセルトリウスが言わんとしたことがまあだんだん分かってきたんでしょうね。何をやってるんでしょうねみたいな感じで思ってたけど、ああそういうことかみたいな、ね、セルトリウスはねいい夢を見たっていうので今日はきっといいことが起こるだろうみたいなね、ことを言ったら小鹿ちゃんが急にまたねこう現れて、見つかったと、そこで初めて見つかったんだみたいなね、パフォーマンスをしたわけですよね。でまあそれによってね、こうセルトリウスを神々にめでられた神秘の人と信じて居所まで送り届けたっていう風にね書いてありました彼らの胸には息がみなぎり希望にあふれていたということでねこうやってセルトリウスは部族たちの心を掴んでいったんだよっていうね、小鹿ちゃんのエピソードでした。さあ、そしてですね、まあ前回ね、セルトリウスが取り逃がしてしまったポンペウス、まあペルペルの軍には勝ったけどね、ポンペウスね。このポンペウスもまた体制を立て直し、メテルスもついにポンペウスと合流してですね、決戦となります。セルトリウスもペルペルナの軍と合流して、本当の大海戦みたいな感じになります。まあ、ちょっと数とかは分かんないんですけど、まあ、両軍とも目覚ましい戦いぶりだったということでね、なんかポンペウスに仕える指揮官のうちで随一の詳細を持つメンミウスっていう人がいたらしいんですけど、まあ、この人が熾烈極まりない戦いの中で倒れたと。まあ、だから本当副将格みたいな人がねやられちゃったんだと。でこれによってセルトリウス軍はすごい優勢に立ったらしいんですが、でセルトリウス軍もねペルペルナの軍もね、まずはメテルスを倒そうということで敵将メテルスめがけて押し進んでいったと。でメテルスもこの時はですね非常に勇敢な戦いを見せたらしく、もう一歩も引かずに、奮戦を続けたらしいんですね。だけどまあその前線に出過ぎていたみたいなのもあったんでしょうけど、投げ槍の一撃を食らってしまうんですよメテルスが。でそれを見たローマ兵は、メテルスの兵士たちはメテルスさーん、メテルスさんは何としても助け出せ、クソ蛮族ども、そこをどけ、ものすごい気迫で襲ってくるんですね。そのメテルスがやられたことによって、まあめちゃくちゃ押されてたわけですよセルトリウス軍に。で急にこう士気が上がってですね、その盾を前にかざしてもう懸命に防いで、メテルスをまずはその場からねこう運び出した後に逆に押し返していってですね、でこれによってですねペルペルナの軍が崩壊してしまうんですよ。またお前かみたいな大丈夫かこいつペルペルナさんよ、押していってたと思ったら逆にローマ兵が士気を上げて押し込んできてペルペルナの軍が崩壊してしまうと。でこれで形勢が逆転してセルトリウスがこう押される形になると。でまあちょっと状況不利みたいなところもあったんで、まあ、山の中にある砦に立てこもることにしたんですねセルトリウス軍が。でまあポンペウスとかメテルスからすれば、あよしよしよしと砦に
押し込めることができたぞと。ね、これならね、もう砦を包囲してりゃいいわけだから、あとはわけないなみたいな感じなわけですよ。だがこれもセルトリウスの計算のうちだった。セルトリウスは事前にですね、いくつかの都市になんか隊長たちを派遣していたらしいんですね。でそこで十分な数の兵士を確保したら、すぐに伝令をよこすようにっていうふうにね、命じていたらしいんですよ。まあ、もともと多分兵の数がこの決戦の時にちょっと足りてなかったから、募集を続けてたみたいな側面もあったんでしょうけど、この時間差でね、こう兵員を確保しましたよっていう伝令が届くわけですよ、セルトリウスのところに。で、伝令が送られてきたところで、まあ、セルトリウス軍は、まあ、なんかよくわかんないです。この辺はもう全然わかんないんですけど、まあ、砦に立てこもってたわけじゃないですか。だけど、難なく敵軍の間を突破してですね、その隊長たちが集めてきた兵たちとの軍勢と合流を果たすことができたと。いうことで、いや、ポンペウスとかメテルスとかね、まともに砦で包囲してなかったんかいみたいな感じなんですけど、セルトリウスが強すぎたのか、まあ、砦にこもったっていうのも、あくまでブラフで、全然突破する能力があったけど、ちょっと一旦引いてみたぐらいの感じだったのかもしれないですけどね、わかんないですけど。だから、まあ、包囲を突破して、新たな軍勢と合流をすることができたと。で、もう本当に大軍となったセルトリウスは改めて敵への攻撃を開始したと。で、その中でまたこう、待ち伏せを使ったりとか、なんか迂回をしたりとか、四方からの吸収をしたりとかね。もうガンガンこう、いろんな奇策を使いながら攻めたらしいと。具体的にはどうしたのかよくわかんないんですけど。でもまあ、これによってポンペウスとかメテルスめちゃくちゃ翻弄されたらしいんです。で、さらには、海賊船、海賊いたじゃないですか、セルトリウスの味方にね。セルトリウスが、こう、放浪してる時に、味方になってくれた海賊ですよね。海賊船にですね、まあ、沿岸をこう、警戒させて、海上からの補給っていうのも遮断していくと。だから、ポンペウスとかメテルスとしては、補給もおぼつかなくなるし、なんか、すげえセルトリウス、大軍のくせに、大軍を使って、ゲリラ作戦みたいなのやってくるみたいなもうよくわかんない戦い方してくるわけですよ。それに翻弄されても圧倒的にセルトリウスが優勢に立つっていうような状況になっていくんですよね。だけどセルトリウスはこんな優勢な戦況でもですね、ポンペウス、メテルスに対して武器を置くようにということをね、伝えていたようなんですよね。セルトリウスの唯一の望みはローマに無事に帰還すること、ただそれだけだと。帰国できれば望むものはない。ただ一市民として過ごすつもりだということをね、言ってたんですよね。単純に国に帰らせてくれよと。別に俺は戦争がしたいわけでも、王になりたいわけでも、ましてやローマに帰って何か政治的なことをしようとか、そんなことは全く思っていないと。普通に国に帰って一市民として平和に過ごしたいだけなんだということをね、訴えるんですよね。ああそうなんだと。だけどこのセルトリウスの願いは聞き入れられなかったんですね。そしてセルトリウスの攻撃によってメテルス、ポンペウスはね、もう軍勢を分割せざるを得なくなって、まあ、バラバラにされてしまったと。でまあこう格好撃破されるみたいな感じになっていくわけですよ。でまあそれによってどんどん劣勢になって、メテルスはもうガリアの方に引いていってですね、ポンペウスはワッカエイ族ってっていう部族のところで、まあこの若い族っていうのはどこにいたのかよくわかんないですけど、まあローマ側の部族だったんでしょうね、その部族のところで冬を越すことになったということでね、またもやセルトリウス勝利するんですよ。ポンペウス、しかもメテルスと合流した軍を相手取ってですね、勝利するということで3連勝なわけですね。でポンペウスももうどんどん物資も足りなくなってくるので、まあ、かなり苦しんだらしいんですね。で、ポンペウスは元老院に手紙書いたんですよ。なんか、ポンペウスもすげえなっていうところなんですけど、ここでですね、元老院に対して、もし資金を送ってくれなければ、このまま軍隊を連れ帰ることになる。って書き送ったと。まあ、つまり、言うこと聞かないんだったら、ああ、もうローマに乗り込むよ、みたいなことをね、ここで言ってるんですよね。そんなこと言っていいんだみたいな。だけどまあまあ、なんかこの時のコンスルはもうあれ年変わってたからかな。まあポンペウスに割と近しいというか、スルラと一緒にやってたようなね、人がコンスルになってたんで、まあその人が、いやいや、まあポンペウスに物資とかを送るべきだろうっつって、結構大量なね、物資とかをポンペウスに送ってくれたんですよ。これでなんとかね、ポンペウスは、
まあ、食いつないだみたいなねところがあるわけですね。まあポンペウスこうやってこうローマに対して脅しかけたわけじゃないですか。だけどローマではですね、もうポンペウスよりも先にセルトリウスがイタリアに現れるかもしれないっていうね噂が広がってたらしいんですよ。つまりもうポンペウス以上にねセルトリウスが恐ろしい強いと思っていたということですよね。まあまあそりゃそうだよねっていう、普通にもうねハンニバルみたいな怖さありますよね。あのチチピオとかオジピオがあのやられてる時のあの感じに似てますもんね。なんかねこの翻弄のされ方みたいなのが、セルトリウス乗り込んでくんじゃねえのローマにっていうね。でガリアに逃げたメテルスはですね、まあメテルス貴族だから、まあ、金は持ってるんでしょうね。セルトリウスに対して懸賞金をかけたんですよ、まあ、だからもうそれほどにね、強いと認めざるを得なかったのだろうと。だからまあメテルスがもう直接戦ってももうどうにもならなかったから、まあ、懸賞金をかけることによってさ、まあ、セルトリウスの味方の中からその懸賞金に目をくらんでセルトリウスの首を差し出すみたいなねことにも期待するわけですよ。まあ、そういう手もね使わざるを得なくなってくるほどセルトリウスに手を焼いていたということなんですね。勝利したセルトリウスはスルラ政権下で迫害され亡命してきた者たちで新たな体制作りを始めた。もうこのヒスパニアの地でですね、セルトリウスは元老院を作り、その中から財務官クワエストルとか法務官プラエストルとかを指名したんですね。でこれもだからセルトリウスは別に国家に反逆したいっていうことじゃないんですよ。この祖国を思うがゆえなんですよ。まあね、さっきこうローマに戻れるんだったら一市民でもいいみたいなことをね言ってたわけですけど、まあそれはね叶わなかったわけですよね。であれば、まあ、もう少しねこうセルトリウスが思うところのまともな政治とか、まあそういうのもあったんでしょうね。ちょっとその辺は書いてないからね、思想信条がどうだったかはちょっと分かんないんですけど、ある意味こうローマをねここでもう一つ作っているというか、ローマの亡命政府みたいな、野党のネクストキャビネットみたいな、次の内閣みたいなね、まあ、そんな感じのノリだったんだと思う。あのイギリスに逃げてたドゴールみたいな、ペタン政権なんてあんなもんただの傀儡だろみたいな、俺が本物の政府だよみたいなね、まあまあそこまでセルトリウスが思ってたかは分かんないですけど、まあそれに近いノリだったのかなというところですよね。そしてこの現ローマ政権に敵対するセルトリウスの圧倒的な強さの噂を耳にした東の王がいた。ポントス王ミトリダテス、出た。ここでミトリダテス、スルラに撃退されしばらくおとなしくしていたかの王が動き出していた。続きは次回。いや次回なんだね。まあちょっと今回でね、セルトリウス伝終わりになるかなと思ってたら全然終わんなかったっていうところがあったんですけどね。えポントス王ミトリダテスね、まあスルラ亡くなったわけですよ。宿敵だった、そりゃ動かないわけないわけですよ。この野心あふれる英傑ミトリダテスがですよ。で何やらヒスパニアでセルトリウスという人物が面白いことをしてるみたいじゃないかと。つまり東からわしが行って西からセルトリウスが、あーワンチャンあるねみたいな感じになってくるわけですね。さあそれに対してねセルトリウスがどう答えていくのかと、そしてローマはどうなってしまうのかと、ポンペイウスはねどう活躍するのか、そのあたりも含めてお楽しみいただければと思います。以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。